エマ先輩、今日千秋くんに告白するみたい。そう。あのね、エマ先輩も好きだから悲しむ姿は見たくないんだけど、でも千秋くんにエマ先輩を振ってほしいって思っちゃうんだ。そう。私、嫌なやつだなって。いいえ。あ、恋をしてたらそんな風に思うのは当たり前。むしろそうやって人のことまで考えるあかりはとても綺麗よ。琴ちゃん。それより、よだか千秋、あかりをたぶらかしといて東条先輩振ってなかったら奴の首を取る。犯罪、犯罪だから。現代では弓道とは元は武士道、不義理な輩は成敗するのが道理。どうしたの琴ちゃん。武士が乗り移ったの。話せ。あの、部活しないなら帰って。ちゅ、よだか千秋のせいで追い出されたじゃない。いや、今のは私たちがうるさかったから。千秋くんのせいでは。私なんか部外者だし、今度部長さんに謝っとく。あ、エマ先輩。え、あの、どうし。東条エマ、振られました。だから、私の負けだ、あかりちゃん。え、いやー、すごかったよ、千秋くん。もう秒で。無理です、すみません。って、思い浮かぶ。失礼しちゃうよ、もう。思ったよりエマ先輩、平気そう。本当は、普通の女の子なの。私なんかに何もしてほしくないかも。でも、あの、聞きます。何でも。愚痴とか、私への暴言でも、あの、何かできること。いや、やっぱうざいか。じゃあ、一杯付き合って。一杯?あたしの行きつけあるの。今から行こう。マックシェイク、お待たせいたしました。ああ、このために生きてる。マックかい。っていうかさ、よだか千秋、あたしを振るとかおかしいでしょ。あたし人生で初めて振られたんだけど、こんな初体験嬉しくねえ。酔ってる。シェイクで酔ってる。いいなあ、あかりちゃん。最新の2番5月特大号は記録破りの特大ヒット。表紙案の感動カラー43ページ。浦真由先生のハニーレモンソーダ。大人気出来合いファンタジーラブ。カラー41ページ。原案アイラ先生。漫画のりちゃん先生の絶世の悪女は魔王子様に超愛される。そして今月の付録はマルチに使える最強セット、バイカラー巾着トート&おかわりミニポーチ。トートはおしゃれなバイカラーでキュッと縛れる巾着タイプ。丈が10センチもあるからシューズや着替えもすっぽり入るよ。ポーチはふんわりパステルカラー。コスメや身だしなみグッズの正当にぴったり。さらに連載作品のキャラデータがたっぷり。リボンときめきキャラデータブック、閉じ込み付録、ハニーレモンソーダ、書き下ろし生プリもついてくる。リボン5月特大号は大好評発売中パス。最後まで動画を